皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。前に、傾斜打ち、左足下がり左足上がりの傾斜をやりました。ということは今日はつま先上がりつま先下がりをやっていこうと思います。原理は同じで、ただつま先上がりつま先下がりはちょっと大事なことがまた一つ違うんで、ちょっとそれを解説していこうと思います。よろしくお願いします。左足下がり左足上がりって、まあ、何が変わるかって縦の距離が変わるんだよね。こうすればやっぱりロフトが立って飛ぶし、左足上がりだとやっぱり上に行く力が強くて飛ばないしっていう、こっちの あの傾斜って言ったらボールに対して縦の距離が変わる。で次こっちのつま先上がりつま先下がりって、これ縦じゃなくて横が変わるんだ。だからつま先上がりつま先下がりは、まあ、この横のブレを抑えるために大切なこと、はい、左足上がり左足下がりって重力に対して垂直にって言ったじゃん。でこれもつま先上がりつま先下がりも一緒で、地面通りに構えてしまうと、まあ、結構後ろ体重になるじゃん、はい、後ろ体重になってかつクラブのロフトも左を向くんで、まあ、なおさら左に行くよね。だからなるべく普段のアドレスと同じにしたいの。だから少しつま先上がりでも傾斜通りには構えず、重力に対して垂直、もう重力に対して垂直がポイント。OK。でそうなるとつま先上がりって普段のボールの位置よりつま先が上がってるからボールの位置って近くなるじゃん。近くなるといつも通り構えてるアドレスだと、まあもっと奥だよね、こう構えないもんね。だからその分クラブはもちろん短く握る、これがつま先上がればきつければきついだけどん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 、はい、一番悪いのは近いからといっていつも通りのグリップの長さで前傾角度が起き上がってること、構えること、もうこれはもう最悪。基本の普段平らな状態のこの前傾角度ってあるじゃん、はい、ちょっとつま先上がりだけど、まあこの前傾角度ってあるじゃん、この前傾角度、この前傾角度、この前傾角度ね、これをつま先上がりでもこの角度のままアドレスしたい。でそれに対してクラブの長さを、自分の腕がダランとした状態でいつも通りのアドレスをする、はい、そうすると自然と振り感は、まあ、少し短く持った分クラブは軽く感じるかもしれないけど、まあ、平らな状態になるべく近くする、うん、そうするとアドレスがあんまり後ろに体重があったり上体が起き上がってないんで、上体が起き上がって構えてしまうとインパクトでいつもの体のその感覚に戻ろうとするから、はい、起き上がってしまうと、まあ、いつもに戻ろうとするからやっぱり突っ込んじゃうんだよね。逆につま先下がりも深くしすぎるといつもの状態に戻ろうとするからやっぱりトップしちゃう。だからまずつま先上がりのところはいつものこの前傾角度をキープする、キープした中でアドレス構えて、もう本当にダランといつも通りのアドレスした時に長さがちょうど合うところで握る。こうするといつも通りのつま先上がりのアドレスになる。で重力に逆らってない分球はそんなに左にはいかない、まあ、多少はやっぱり左に行くけど、地面通りに今まで構えた人って多分振ったらギュンギュンギュンって左行ったと思うんだけど、まあ割と左には行きにくい、うん、っていうのがまあつま先上がり、はい、で次つま先下がり、つま先下がりの方がやっぱすごく難しくて、はい、つま先上がりはグリップの長さで調整できるんじゃん、はい、こっち側にいくらでも、はい、でもつま先下がりってじゃあ今の理論で言ったら、はい、まあ、地面にたあの重力に対して垂直、うん、で構えました、あ全然クラブ足りない、ここでは握れないよね、うん、ここでは握れない、じゃあどうするってなった時に下半身で高さを合わせる、うん、これだったら もちろんグリップが長く握れるところは握ってもいいけど、それでもいつものアドレスって考えたら全然届かないよね、はい、届かない。じゃあこれをどうやって合わせるか、はい、じゃあこの分こっから前傾して構えよう、そうしたらこれってまた普段のアドレスとは違うじゃん、はい、そうするとインパクトの時にやっぱり普段に戻ろうとするから、まあ球の上を打ってちょろちょろちょろですよ、はい、そうなってしまうんで、やっぱりこの普段の
アドレスっていうこの感覚は変えたくない、はい、ってなった時にアドレスを少し広くする、はい、少し膝を曲げる、はい、これで今ぴったり合ったね。ぴったり合いました、うん、ぴったり合いました。これを例えば下半、まあ、今下半身で高さを合わせるって言ったやん。で、まあ、それがすごく大事なんだけど、はい、いつものアドレスして、まあ、下半身で高さを合わせる。その時にこうやって合わせちゃうと膝当たるよね膝当たるよね、はい、まあ、膝が当たるんで少しその下半身の合わせ方も膝を前に出して合わせるんじゃなくて少し膝を前に出さずお尻を下げる感じ、うん、お尻を下げる感じでアドレスすれば、まあ、割と膝が前に出ず、うん、でその時にここよりもっと強い傾斜になったら、はい、やっぱりそれだけでも合わせられなくなった時は少しやっぱ右足を引く、うん、膝が邪魔にならないように、はい、でその時に一歩引くからといってこういう状態にしちゃったらもうこれかぶってるからね、うん、なんで骨盤はあんまりこう、まあ、ストレートラインぐらい、うん、になるように、うん、膝のラインここは一緒にする、うん、そうするとまあ割と振りやすくなる。はい、うん、まあつま先上がりつま先下がりでしたね、はい、でまあ距離で言ったらこれはあんまり変わんないと思うね。距離という、うん、距離飛距離はあロフトが立ったりとか寝たりはしないんで、うん、まあ多少そうだね、やっぱり傾斜って平らよりかやっぱ振りにくいじゃん。なんで全体的にはやっぱ距離は落ちる。もちろんつま先上がりでグリップを短く握ってる分、まあ、飛ばなくなるし、つま先下がりで、下半身どしっと構えてる分、まあ、コンパクトに振るんで、まあ、飛距離はそんなに飛ばなくなるんで、まあ、一番良くないのって傾斜でそのクラブが迷った時に大きいクラブを持って大振りしようとすること。だいたい僕たちは傾斜で例えば160ヤード165ヤードを8番アイアンでフルショットしたら届くけど、まあ7番アイアンで軽く振るね、うん、足場の悪い状況でフルスイングしたらこれってもうミスにつながる一番の原因なんで、まあ、軽くパシッと打って、まあ、その状況を乗り越えて次に、まあ、アプローチのパターンなりつなげていくのが大事じゃないかと思います、はい、左足下がり左足上がりとかつま先下がりつま先上がりで一歩引くっていうのさっきから言ったじゃん、うん、一歩引くとさ人って傾斜に対して例えばこの状況ってさ、はい、よくさ電車でさこれも俺さ電車で思ったんだけど、はい、電車であえてつり革に触んないでまっすぐ立つのってまあ足を揃えて立つとやっぱり縦の動きも横の振動もやっぱ弱いじゃん。弱いです。で足を広げたら横揺れっていうのは強いんだ、はい、でも縦揺れは弱いんだ、はい、ってなった時にやっぱり電車が走ってて乗ってつり革を捕まらずどうやって一番耐えれるかってやっぱり縦と横のこのアドレスは横でもなく縦でもなく、はい、やっぱ斜めに使えば、はい、やっぱり横の振動縦の振動も強いんだよっていうのってやっぱりこれゴルフでも生きてて、だからそういう傾斜地とかで悪いところって意外とこう揃えたりするより斜めを使った方が圧倒的安定感もあるんだよね、うん、だから結構こういう左足上がりこういう時にこっちは弱いけどちょっと一歩下げることによって縦も強くなる、まあ、安定感が増す。まあ、平らな状況で滑ることはないけど傾斜地ってやっぱり振りにくいし安定感がやっぱ大事なんで、まあ僕の中で足を揃えるとかいう人はちょっとどうかしてるぜ僕の理論なんだよこれは。はい、あの間違ってるかもしれないし、まあ自分がいろいろ私生活を送ってて、まあゴルフにつながることをいろいろ探してて、まあそう思ったんで、そうなりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今週の注目ホールは18番ホール。やっぱり結構いろんなドラマを生んできた18番ホールなんで、これをざっくりやっていこうと思います。お願いします。でね、ゴルフって何が大事かって、ね、ゴルフに限らずね、スポーツね、ゴルフだけで考えてゴルフの理論を使うというよりかはやっぱりそのゴルフを私生活の何かとどれだけつながってつなげていけるか、はい、だと思うんだよね。だから結局ゴルフって、まあ、試合で緊張する人ってなんで緊張するんだって、
多分試合って俺らさ、まあまあスピードが速いじゃん、ペースが速い状態で、まあ、立った行くじゃん。そうするとさ、自然とさ、普段ちんたら歩いてる人っていうのはさ、やっぱりじゃルーティーンってあると思うんだよ。まずルーティーンって打つ前のルーティーンだったり、試合のルーティーンでやっぱり打つ前のルーティーンっていうのは試合、練習のルーティーンだし、ゴルフの試合のルーティーンっていうのは私生活のルーティーンだと思うんだ。だから試合の時に緊張した人っていうのは多分普段試合のスピードに合わせて普段の生活をすれば多分良くなると思うんだよね。急にさ、普段さ携帯見ながら歩いてる人がさ、試合になってスタスタスタでさ、もう速いペースになると、もうそれだけで上がっちゃうじゃん。だから普段の生活から歩いてる時からもう一歩は1ヤードで歩いてるようにすれば、普段ゴルフでもいつも通りのペースで息も上がることなく、自分の逆にゴルフのそのペースが多分普段の生活と一緒だから、まあ、逆に落ち着くし、練習打つ時のルーティンが練習のルーティンと一緒だったらやっぱり落ち着くし、やっぱルーティーンってすごい大事だと思うんだよね。でゴルフのショットもそうで、やっぱり普段の生活と同じこと、アプローチは、まあ、歩くっていう動きだったりとか、まあ、そういういろいろ私生活とゴルフをつなげていくと、だん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 ゴルフが良くなるんじゃないかっていう堀川理論です。ありがとうございました、はい。まあ、結構それはいろんなところも僕ね、まあ、言うとパッティングって僕ビリヤードで結構なんかちょっとひらめいたことがあって、はい、ダーツとゴルフってすごく似てるところがあって、ビリヤードは？いやもうそれは秘密は言えない、はい、ビリヤードとパターってすごく似てて、ダーツとまあゴルフってちょっと似てるんだよね、はい、でバンカーショットは風呂で思いついて、でゴルフのリズムはまあ、私生活で思いついてとかな、いろいろ結構ねあるんだよ。まあ結構そういうのがいろいろあるんで、はい、そういうのをゆくゆく紹介していこうと思います。はい、ありがとうございました。